今日は白方お客さん決まりです。鎖が10番です。はい、仕込みは店長が一人でやられるんですか？そうですね、オープン前の準備。そうです、オープンするちょっと前に、30分前にアルバイトさんが一人来られて、ホールの準備していただいて、端に寄らないように混ぜて、結構ここ夜最初ですね、はい、8時まで営業してたんです。夜真っ暗でしょ。もう真っ暗なんで、はい、で結構車通りがあっても誰も見向きもしてくれないような状態で、それで途中からお昼だけの店、はい、そうですね。火の入れ方が多分うちは少ないというか、今入れるんですけど、沸騰させてないので、沸騰させると肉がちょっと締まって硬くなるんですよ。ちょっと なんで生っぽい、生に近いというか、はい、そこまで火を入れてない、レアに近い感じのチャーシューかなと。なんか YouTube やってましたけど、これがちゃんぽんで、こっちは中華そば。これは中華そばです。何を混ぜられる？これはその中華味という調味料ですね。炊くときには豚骨スープも入れて、油の旨味というか豚骨のスープの旨味をちょっと加えて、やっぱりどうしても気にダメすると味が後半落ちてしまうので、そ
この改善ができたのはすごい画期的です。水位というんですか、高さですね。これはその最初に1番出しを取ったのを戻して2番出しと合わせて、はい、それをちょっとうちはちゃんぽんと中華そば2種類やってまして、宮岡店はちゃんぽんと中華そば、はい、新宮店は辛麺をやってます。新宮店はあっさりこってりと辛麺で、本店はあっさりこってりと季節限定っていうのをやってます。それが今は、濃厚中華そば、濃厚中華そば、はいこれとはまた別の中華そばなんです。声出してるのと最短、こういう白濁した感じの魚介豚骨みたいな感じです。魚介豚骨の中華そば、はい、ちょっと鶏も入ってますけど、はい、あ、セットですか。一番右の赤いボタンが、そば茶そば味、はいよ、ありがとうございます。はい、お願いします。はい、もらいます。はい、お願いします。はい、お願いします。
きます。はい、ありがとうございます。2番さん、バリが9番さん、もらいます。はい、大材そば2枚入ります。中に、はい、いらっしゃいませ。こういう油の破片とか肉の片とかが入ってる、なるべくそれを救わない方がいい。スープの量はいらない。はい、ごゆっくりどうぞ。ごゆっくりどうぞ。はい、どうも、いらっしゃいませ。どうも、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。9番です。どうも、こんにちは。こんばんは。はい、大丈夫ですか。チャーメン4枚上がってきます。黒がバリンカッパ、白3枚全部カサです。どうも、いらっしゃいませ。お客様1名様ですね。すいません、あちらの席にお願いします。はい、これ、ビンタクさんとあっさりが10番さん。あっさりが10番、うん、はい、ラーメン行きます。はい、お願いします。白かった、お客さん決まりです。白かったでーす。はい、お願いします。ありがとうございます。どうもございます。ありがとうございました。調整が難しいですね。はい、これが昔ちょっと以前よりちっちゃくしてなおさら難しくなりました。でもみんな誰でもできるようにちっちゃくしたんです。はい、僕みたいに男がでかいのじゃない、女性ができるようなやつっていうのでちっちゃくはしたんです。その分管理が難しくなりました。そうですね。はい、容量が、総容量が少なくなりました。今回ラーメン783、先頭カッターです。はい、トマトが普通、はい、カッターと普通、
はい、はい、ラーメンいきます。お願いします。天井が端かった、あと2枚は片面です。ラーメンいきます。はい、お願いします。味がバリです。はい、2から6、こっちはバリ。太陽ラーメン出ます。玉川さん、ありがとうございます。はい、1番ですね。1番もらいます。はい、味にブレがないよ、はい、ここで炊いたやつをストックして、はい、各店舗に配送してる形です、はい、安定して供給できる。そういうことです。水道水だったり井戸水だったりですね、やっぱりその場所場所によって違うので。ちなみに今日行った宮若さんは井戸ですか？ あそこは井戸です。美味しいです。ここも井戸です、ね、ここも井戸です、ね、ちょっと水質が違うんですよ。水辺料理は変わりますからね。で結構言われてたんですよ、そのお客さんに、あの宮原のホテルがいいとか新宮の方で、まあまあ、あのね、好みは人それぞれなんで、まあ、一応あのこう安定したどこのお店に行ってもうちのホテルのが同じ味で出せるってことで入ります。この中にも一応僕はこんな感じで、もうあの直接ちょっと軽く解凍してそのままあのスープの分の中で中身だけ。手に関してはもうあの継ぎ足しでどんどんやってるんで、やっぱりその継ぎ足した量とかその寝かせた時間とか火止めてる時間とかつけてる時間とか、はい、やっぱどこの店舗の営業時間も違うんでバラバラじゃないですか、はい、それです。そのブレを少しでもなくそうと。そうです、そうです。安定するためにこれで調整してる感じです。はい、ありがとうございます。中のあれ、うわあ、そう。でこれあのもうあっさりあのあっさり豚骨のスープ。はい、入ってるともう本当に今折り返し地点ぐらいの状態です。でここから今からあの一番スープになる、一番スープを一度全部中に入れて、でお湯を足して二番スープと一番スープを足して完成させるというやり方です。イメージ的に言ったら、あの頭骨を砕いて中割って、あの一スープはあのなんていうか脳みそとこの肉かすで濃度とまろやかさをこう取るイメージ。一番スープが。二番スープはこの今の脳みそと肉のカスをこう干して、これは全部捨てるんですよ。戻すんじゃなくて、この中に残ったカスがあの
豚骨の脳みそとこの肉片みたいなやつですよね。10時間以上です、ね、漬け込みです。こってりラーメンって、はい、こうイメージこう大量の骨ですごい火力でグツグツやるイメージじゃないですか、はい、逆で弱火で火を止めて寝かしてる時の方が勝負です。発酵なんで。こってりラーメンっていうのは発酵スープ、発酵ですね。多分。いやでも日本酒みたいな味するんで絶対そうだと思いますよ。これが肝。これです。これが。これ原骨です。原骨。これが昨日まであのスープに使ってた原骨です。あの中に入ってた原骨をきれいに抜いてで。こう寝かせてます1日で、また明日向こうに戻ります。で向こうに入ってるやつが出てきます。そのローテーションです。で新しい骨も足していきます。あ、ボロボロになるまで、はい、ってことですね。そう、形が原型があって中の髄が残ってるやつだけをどんどん抜いて入れ替えて。福間ラーメン六出だしの名前の由来、あ、名前の由来は、はい、あれ話しました、あの幼なじみメンバーで最初始めたみたいな。あ、こちらの方あの工場長は幼なじみ、そう、同級生で1人あと2人いるんですけど、はい、4人で始めた時にそう、屋号何にしようかって時に昔あのブルーハーツだったんですか、みんなそれ好きでなんかブルーハーツの歌からラーメン屋っぽいやつ取ろうよってなってずっと調べてたら六出だしっていう歌があって、これラーメンっぽいねっていうのでそれ決めました。あ、それが由来になるんですね。はい、それだけです。ありがとうございます。それ好きなんですか。次回の限定のヒント。はい、いろんなの食べられるんですね。カップラーメンは勉強になるっすね、本当に。カップラーメンが勉強になる。勉強だよ。六出だしの店主がカップラーメンを食べてるんですね。もう速攻取られた。